まあ、ゴールデンウィークの早朝といいますか、早朝でもないですね、7時前に撮影してるんですけど、音声の方は拾えてますかね。まあ画質もそうなんですけど、数万円するドアエコじゃないですからね。まああまり期待はしていないんですけど、また編集の段階で画質と音声の方ですね、チェックしてみようと思います。フロントとリアにドライブレコーダーがついて、で5000円弱ですからね。まあ画質とか音声の鮮明さはあまり求めない方がいいかもしれないですね。もう映像撮ってるだけでもすごいですからね。普通だったらディーラーだったら、ディーラーの純正品だったら 4,5 万しますからね、フロントとリアついたら。まあそれが10分の1の価格で購入できるんで、かなりお買い得ですね。で、設置方法に関して